様々な生薬生薬の一つ、ベニバナチンピ生薬とは、天然に存在する薬効を持つ産物を、そこから有効成分を生成することなく、体質の改善を目的として用いる薬の総称。生薬の大半は、植物由来のものであるが、動物や鉱物などに由来するものもある。世界各地の伝統医学で、多くの木薬が用いられている。漢方薬は、 気薬であるが漢方医学に基づいたものであり、同一の概念ではない。有効成分を多く含んだ生の薬用植物や動物、鉱物をいつでも用いることができるように、保存ができる形に加工したものを気薬と呼んでいる。人が気薬を使い始めた時は一種類の気薬を用いていた。これらは例えばサイコは熱を下げる、安忍は咳を止めるといった簡単な知識の集積と、 なった。しかし、感情芸分子で、すでに指摘されているように、病気は、季節、気候、風土、体質などの遺伝的要因の影響を受け、他の病と併発するなど複雑化することもある。そこで2種類以上の気薬を組み合わせて、用いられるようになった。日本における気薬は、漢方処方や民間伝承の和薬などの東洋医療で用いられる。 天然由来の医薬品すべてであるが、漢方医学の影響が大きいため、生薬と漢方薬が同一視される場合も多く、混乱を招いている。生薬は漢方医学以外にも民間薬として単独で使用する機会もあるが、漢方薬は複数の気薬を漢方医学の理論に基づいて組み合わせた処方で、配合比率も厳格に決められており決して同一ではない。漢方生薬は、 慣習上漢字名で小薬名を呼んでいるため、薬用植物の標準和名とは異なる名前で呼ぶことが多い。一方で、民間薬では植物和名で呼ぶことが普通である。江戸時代に小薬は漢方薬の原料という意味で薬師とも呼ばれており、鎖国家においても長崎貿易や津島藩を通じた理市朝鮮との関係が維持された背景には、三期来、大風刺、 微老子、朝鮮人参などの貴重な薬種の輸入の確保という側面もあった。輸入された薬種は薬種トンや薬種賞を通じて日本全国に流通した。生薬となる天然産物には植物由来のもの、動物由来のもの、菌類由来のもの、そして鉱物由来のものが含まれる。そして多くの場合は煎じ薬や液素剤、賃機剤など 加工してから薬品として用いる。稀に、貼り薬のように原体をそのまま使う場合もある。西洋医学のように注射剤として用いるものはなく、蛍光剤か貼り薬として服用するのである。生薬は天然物であることから、含有されている薬効成分は一定ではなく、同じ植物であっても、産地や栽培方法、あるいは作柄によっても成分が変わる場合も多い。 例えば薬用人参では、朝鮮半島産のものは、朝鮮人参や、高麗人参と銘打たれて重宝されるが、朝鮮半島より導入した国産のものは、五種人参と呼ばれ、格が下がるとみなされている。また、昨今の天然物資源への注目も、相まって、生薬から得られた成分をもとに、医薬品が作られる場合も多い。植物資源がその対象となることが多く、 最も古い例としてはアヘンから得られたモルヒゲがある。生薬は摘み取ったり掘り出したりしたままで使えるわけではない。泥を落とすことや日干しにすることなども含めると何らかの加工を行わなければ使用できない木薬がほとんどである。本節では中医学で行われる修字、縫製を中心に取り上げる。薬剤として不要な部分を除去する収穫したばかりの薬草には泥、 枯葉、他の植物、虫などの不要物が付着している。また、禅僧を用いる生薬は稀で、大多数の植物生薬では、薬効成分の多い一部のみが使われ、他の部分は廃棄または薬用以外の用途に利用される。このように、不純物を可能な限り減らし、厳密な計量に耐えるようにしないと、生薬に含まれる薬効成分の量が推測できず、結果として、 処方という行為自体が意味をなさないことになる。長期保存薬草の組織に水分が含まれていると、重量や容積が大きく、品質が安定せず、また腐敗やカビが発生しやすい。このままでは、遠隔地に出荷することはできない。この問題への最も原始的な対処法は、天日に干すことである。含まれている酵素によって収穫すると、 薬効成分が崩壊してしまう木薬もある。このようなものは収穫したら速やかに熱を加え、酵素を失活させなくてはならない。また、長期保存には除去しきれなかった昆虫、微生物などを殺す加工も必要である。成分を変化させる木薬によっては、成分そのものが収穫したままでの使用に耐えないこともある。武士など猛毒のものは、 弱毒処理を行わなければ、危険極まりない。ハズの種子は大量の油脂を含むため、そのまま投与すると激しい下痢を起こしてしまうので、ギリギリまで油を絞った数を用いなければならない。また、需要のように、生のものと加工されたものに、別々の薬効を期待する気薬も存在する。抽出しやすくする貝殻や化石、鉱物などは、そのほとんどが硬く、溶けにくいため、 何らかの加工を行い、溶媒に溶けやすく、人体に吸収しやすくする必要がある。細かく砕いたり、加熱して、組織を壊したり、薬品に漬け込んだりすることが行われている。野源機械的な方法美を使う方法水を使う、方法水と火を使う方法その他の方法に本において、生薬は医薬品医療機器等法によって、医薬品として扱われるもの、 前者の製剤化されたものは、生薬製剤であり、後者は健康食品である。日本の医薬品医療機器等法では、生薬も医薬品として扱っており、ヨーロッパでもドイツなどでは、医薬品である。一方、アメリカ合衆国では、薬局型に、気薬が集裁されているにもかかわらず、生薬から生成した有効成分は、医薬品として認めるものの、その原料である。 小薬自体は医薬品として認めていない。そのため、小薬を指して未生成,成薬と呼び表したり、民間伝承で用いられる場合などでは、薬用ハーブと呼び表すことも多い。日本における工程医薬品書きである第15改正日本薬局法では、小薬と小薬製剤及び漢方エキスが、小薬等に収載されており、薬局型に記載された方法で検定したものが、 医薬品として使用される。すなわち、生薬のすべてが日本薬局法で認められているわけではない。ヨーロッパでは伝統生薬製剤の欧州指令によって医薬品として認可されている生薬製剤がある。ヨーロッパでは医薬品と扱われる一方、日本ではサプリメントとして販売されているものがある。日本では二十世紀からの生薬製剤に加え、日本国外で 一般用医薬品として利用されている西洋ハーブの消薬製剤を日本で一般用医薬品として承認申請する際に2007年により海外のデータを利用して承認申請を省略できることが認められた。これにより2011年には足のむくみを適用とした赤ぶどう用乾燥エキス混合物配合の医薬品が初めて承認された。また、 健康食品として扱われているため外国からの個人輸入も多く、成分や濃度も様々であり、ブラック候補手を調査した例では、禁煙種を誤って錠剤にした例も確認された。生薬の保存に関しては、富山大学和漢医薬学総合研究所が、中国医学及び日本漢方で使われる木薬、インド医学薬物、チベット薬物、モンゴル薬物、インドネシア薬物、 対古医学薬物、ユナニー薬物など2万6000点以上保存し、世界第一の保存数である。AB 漢方で、健やか生活日本漢方製薬製剤協会、2019年9月21日、閲覧。AB 花は俊彦2003、PP286 から288、ABC ババアツシ1996、P4、ABCD 陳正しほか 木村育子保科翻訳、薬大論難山堂、2019年、2ページ、小山幸信、薬所、日本歴史大辞典産小学館、2001年。厚労省、西洋ハーブ製剤の承認申請、海外データ活用を容認。薬事日報。 http://www.yakuji.co.jp/.entry2615.html2015 ht 年10月1日閲覧。第43回省薬分析シンポジウム食品と医薬品の境界 DNA 配列情報を利用したブラックコホシ国内市場品の起源鑑別と山。 大学和漢医薬学総合研究所民族薬物研究センター民族薬物資料館。ありがとうございます。